皆さんこんにちは、ただいまご紹介いただきました、尾辻かな子と申します。もうなんか私喋ること全部先生喋ってくれたようなっていう本当に、身の余るあのお褒めの言葉をいただきましてありがとうございます。はい、今日は本当に連休の最後の午後のひとときにこうしてですね、たくさんの方集まっていただいてお話をさせていただけることを本当に嬉しく思っています。2008年というのはですね、多分なんですけども、なんかこう時代が本当に変わりつつあるなっていうことを、まあ、感じられる、なんか私はそんな年じゃないかなと思っています。というのがですね、なんかこう、なんか性は真面目な話だって言った時にドラマの話をすると非常になんか品縮を買うのかもしれないんですが、皆さんL の世界というドラマをご存知でしょうか。ちょっと聞いてみていいですか。皆さん L の世界なんとなく知ってますっていう方どれぐらいいらっしゃいますか。あ、半分ぐらいですね。どうもありがとうございます。実は今日枚方の、市駅から降りて、ここまで歩いてくる時にですね、ちょっとラポールとメセナ分かりにくくてうろうろしたんですが、皆さんもきっとそうだと思うんですが、あれラポールやみたいな、メセナはどこにあるねみたいな大変だったんですが、枚方市駅降りたところにですね、某 DVD をとかね CD をレンタルするショップがありますが、そこにですね、今 L の世界が大々的に広告がバンバンあるわけです。で、 L の世界というのは何かというと、アメリカで、レズビアンたちを主人公にしたドラマなんですね。本当に出てくる女性たちほとんどが女性同性愛者であったり、バイセクシャル、つまり恋愛対象、男女、どちらも性別にこだわらない人たちしか出てこないドラマがですね、なんと日本で大々的に宣伝をされている。よくですね、日本では同性愛が、医療の対象から外れたのは実は、この一番下のところですけれども、1994年です。つまり今から14年前までというのは、日本では同性愛というものは医療の対象として、そして変えられるものである、医療行為によってそれは変えられるものであるということが起こっていた、一応なんというか医学の中であったわけですね。で、どうですか、これっておかしいと思いませんか。つまり、異性愛の人をですよ、いきなり医者が同性愛に変えることはできるのかっていうことです。昔はですね、医療行為として、例えば男性同性愛者に、その同性への性的指向を変えようとして、いわゆる電気痙攣療法、昔電気ショックですね、いわゆる電気ショック、男性に男性の裸を見せて、裸の写真を見せて性的興奮が高まったところで電気ショックを与える、そういう負の刺激によって性的指向を変えようとしたりしました。どうでしょうか、異性愛者がそれで同性愛に変わるでしょうか。世の中が多数である、片一方が少数であるということだけで、多数者に合わせなければいけないということ、そういう医療行為をすることが正しいとされた時期があります。時代によっては医療というものは全て正しいわけではないということですね。で、そんな中で当事者たちがやはり声を上げ始めました。つまり私たちは治療によって変えられるものではないということです。人が人を恋するとき、人を好きだと思うとき、人への愛情を感じるときに、それを止めるものは何もないということですよね。どうでしょうか、皆さんもその人を好きだと思うときに、いや、すごい理性的に好きになります。いや、この人のこういうところがこうで、この人は男だから私は好きなんだとかですね、すっごいこう理性的じゃなくて、なんとなくその人のことが気になるとかですね、この人と話をしてると楽しいとか、例えばドキドキするとか、顔が赤くなってしまうとか、なんかそういうところから恋って始まったり、人を好きだっていうことに気がついたりということがあると思います。私たちも全く一緒だということですね。で、だから今で、同性愛というものはまだまだちょっと偏見がありますけれども、実は時代が変わって場所も変われば、いろんな愛の形というのは禁止をされていました。
例えばアメリカで、アメリカでは1960年代まで異人種間の結婚というものが、禁止されてたんですね。異人種間結婚、つまり、ホワイトの人とアフリカンアメリカンの人は、結婚してはならなかったんです。もしそれをしてしまったら、犯罪ということで、刑務所に入れられてしまう、犯罪になってしまうということです。どうでしょう、今聞いたらなんて変なことをしてたんだって思うでしょう。でも当時の人たちは、それをですね、神が、つまり人種の違いを作ったんだと、それを人間の意思で混ぜることはしてはならないっていうことを真剣に考えていたわけですね。時代が変われば、場所が違えば、自分たちが常識だ、当たり前だと思っていることは変わっていく。そしてそのアメリカで、そういう異人種間結婚というものが禁止されていた時代に、キング牧師、私には夢があるという有名な演説をしたキング牧師は、どうやって人に恋に落ちてはいけないというのかということを言いました。つまり人種が違うということだけで人のその感情、好きだという感情、それは抑えることができないもの、自然なものじゃないのかって言いました。まさにそれが同じことですよね。同性愛者、例えば異性愛者、ね、どうですか、異性愛の、ね、人にこれからは異性に恋をしてはいけませんとか言われてですね、異性愛はなんかこう、なんか世の中を滅ぼすとかですね、禁断の愛だとか言われてですね、異性愛であることを絶対に隠し隠さなければいけない、異性愛って気持ち悪いよねっていろんなところで言われてしまう、そんな世の中ってやっぱり生きにくいなと思うんですよね。同じように私たちも自分たちの生き方というものを誰からもやはり否定されたくない、ジェフ先生が言われたように日本には確かに恥の文化というのがあります。でも私は今ここでやっぱり声を出せる人たち、声を出せる立場にあるものが同性愛であるということ、それは全く恥でも何でもないんだっていう、もっと自分に自信を持って、自分たちの問題はとっても重要な問題なんだ、そうやって誇りを持って生きられるように、自分をね、否定せずに生きられるように、やっぱり今こうして皆さんと一緒に始めていくことはすごい大事なことなんじゃないかなと思っています。